はい、どうも、勝手につくば大使のラジオ始まりました。ということでね、今日は、いつもはゲストがいたりとか、まあ、自分がサポートで入ったりしてるんですけれども、なんとついにメインパーソナリティが来ないっていう、ついに恐れていた事態が始まってしまったので、このラジオは私のものにしようと思います。ということでね、まあ、初めてこうやって一人でラジオをするわけなんですけれども、まあ、今回はね、勝手につくば大使って、まあ、そもそもお前誰やねんみたいな人も、まあ、いっぱいいるとは思うんですけれども、まあ、結構つくばのことをね、長年発信してきたりとかしてきた自分が、まあ、つくば大学という学校生活を経て、なんでこういうことになったのかとか、でその際にね、結構印象に残ってるのが、やっぱ海外旅行、まあ、旅行というかバックパッカーみたいな経験がすごい今の自分の糧になってるなと思うので、まあこれからね、学生生活を謳歌する皆さんにとって、ああ大学生ってすごい楽しそうやんけみたいな思ってもらえるようなね、まあ私勝手につくば大使ならではの学生生活がどんな風にフリーダムだったのかっていうのをね、少しずつ話していきたいなと思います。まあまず最初に話したいのはね、大学1年生の時に筑波大学って、まあ、めちゃめちゃどでかいから、なんか、寮があって、結構1年生のね、半分ぐらいはその寮に入って、大学の中で生活してるんよね。で、その1年生が寮に入るときに、2年生が出てくのさ。で、その出てくときに、ちょうど自分がちょっと下見に行ってるときに、先輩を見つけて、なんか使えそうなものください、キラキラキラみたいな感じで、ちょっといろんなものをもらったタイミングがあって、で、その時に出会った先輩から、コムちゃんよ、みたいな。あんたね、せっかく大学にいるんだったら海外に絶対行った方がいいよ、みたいなことを教わったわけですね。で、それをきっかけにして、あ、海外って行ったことないけど、まああったけどね、ちゃんと一人で行くみたいなのはなかったから、そういうこともできるんだ、大学って、と思って、じゃあ行ってみますって言って、もう2ヶ月後ぐらいにはタイに飛んでたのね。まあそういうちょっと一個、思い出のあるきっかけがあったんで、まあ、その辺の話から話してみようと思います。恥ずかしい気持ちもゼロじゃないはもう今日から私のラジオとなったので、皆さん新しいラジオを楽しみにしてください。